どうもおはようございます。ただいま4月12日6時20分でございます。今日は待ちに待ったサバイバルゲームに行ってくるためにですね、早起きをしているわけでございます。昨日はですね、まあいろいろ準備とかでバタついていて、最後はバイオの、今日アップするバイオの撮影して、で寝に入ったのが4時20分4時半とかそんな、2時間しか寝ていませんが、今日は頑張ります。頑張るぞ。ウィンブルドン。はい、ということですね、ちょっと危なかったですけども、ちゃんと起きました。そうですね、アッキーさんがこれでね、寝坊しなければ時間通り、行けるはずなんですけども、もうちょっとね、まあ運転に任せましょうか。ということで、ちょっと準備したいなと思います。はい、おはようございます。今合流しましたね。ちゃんと会長さん全て食べたし出したしね、2人で牛丼食いに行ったんでね。そうだね。あ、どうもおはようございます。秋山さん、おはようございます。今何時ですか？ひょっとして今何時ですか？ひょっとすると、ひょっとすると7時39分。ふざけんじゃねえ、7時集合だろうが。完全に予定のね、時間に、ね、そう、この男やりました。またやりました、この男は。やっぱりそうだったね。やっぱりだね。完全にナンバーが69だから。完全に言い返してくる。そう、完全に69がついた。本当にどうしようもねえな。シックスナインのところだけ切り取って、こうちゃんと映せるモザイクかけて。間違いないね、本当に。いや、今日はもう本当に MP5 をね、初めて使うからね。そうだね、ワクワクしてしょうがないよ。ちょっと今、風下でなんか酒くせんだけど。あ、ごめん、悪かった。ガム食べたんだけどね、ちょっとね、治んなかったみたいなね。じゃあちょっと、秋山さん、今日の意気込みは、もう今日ね、今日の意気込みは、これはもう遅刻してきたからね、もう着気流じゃもう済まないかもわからない。本当だよ、許されない、もう許されない。今日は千気流。なんだ言われちゃった、なんだ言われちゃったそのジャンプ何。タシャさん、タシャさんはね、今日はね、あのね、あの裸でやる。おマジで。うん、キル数とかじゃない、もう意気込みだよ、意気込みだよ、もうそんなもんね、完全にね、もうね、関係ないよ。関係ないよ。関係。どうも梅ちゃんでございます。梅ちゃん、今日は俺だけが一番まともだったもんな。そうだ。今日はね、まあ、いつも通り流しで2000ぐらい、2000キロぐらいいったかな。ちょっとね、ちょっとしばらくぶりだから、まあ、そのぐらいでいいかなって思う。久々。そう、久々だからね。まあそんな感じ。いやー、全く昨日はちょっと飲みすぎたね。飲みすぎだよ。レゲエパンチとかさ、熱燗飲んじゃったからね。熱燗飲んじゃったよ、ほんま。本当にもう、俺後半どこ行ったか覚えてないもん。マジか。そしたらね、あのね、女がいた。女がいた、男みたいな女がいた。ぬるっと。そう。か。ぬるっと朝専用コーヒー。ワンダペロンダペロンダペロンダ。じゃあそれでは、出発進行。よし。場所は分かって、場所分かりますか？俺分かってないです。あれ、マジか。ユニオンだよ、ユニオン。ほんとゆる、ぬるだな。ほんとぬるおだな。ほんとぬるおだね。やべえ、なんかナビがついてない車乗るの久しぶりだからさ。ナビがついてないんだ、これ。ちょっと変な感じしちゃうね。ほんとぬるおだね。しょうがないかね。ほんとインポリミンポリだね。ナビは勘だから、勘。島方面向かってくれてる。JK ナビしかついてないから。JK ナビ。
まだ8時入場だもんね。そう、8時入場、うん、最初からいるかもとか言ってた。マジでか、8時入場、8時入会、入会、そう、開門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 ってどういうの、開門って、そやナビしてくれてる。もうなんかあれなんだけど、あ、やべ、え、どうした、ミンポリミンポリ、どうしたどうした、ブーツを忘れちゃいました。マジでこれはこの GT のブーツは、それはバッキーさん、俺のなんだ。ああ、そっかそっか、最悪のパターンやわ。そうだね、確か JK、 あ、うわ、マジで最悪だわこれ。最悪だわ、完全にブーツ朝ガチャガチャやったじゃない。そうで、牛丼食ってきまた履き替えりゃいいやと思ったら、そうだね、忘れちゃったね、忘れた。じゃあぬるっとお願いします。ぬるっとお願いします。いや、ぬるじゃちょっと、ぬるじゃちょっと遅いからぬぷっとお願いします。ぬぷっと、ぬぷっとお願いします。おらい、おらい。カレーだって2000食ですよね。限定。2000食、2000、そうだね。限定って言ってもいいですよ。限定なの？よくわかんない。2000食超えたらないから。じゃあ誰か食えないやつが出るかもしれない。食えない人も出てくるし、そのカレーってどうするんだって。ハロとか500円どうすんだ、500円どうすんだ。そこら辺はね、詳しく書いてなかったんですね。腑に落ちないところだな。確かに200限定、ただ2000円、2000超えることはない、2000超えないでしょ、2000超えることはない。2000も来たらフィールドが人だらけになっちゃう。確かに全然面白くないだろう。いや、ユニオングループでってことだと思うんですけど、それで1箇所で2000円、2000は無理でしょ。今ガッシャン行ったよね、後ろね。ガッシャンって行った、あれ多分完全に事故だよね。事故だよ、なんか荷物があるんじゃないですか、後ろになんかやってる、え、やってる、あ、事故だ、事故です、怖え、うわ、完全にバンバン今外れてましたね、外れてた、外れてた。もうちょっとここら辺は厳しいかなといった感じじゃないでしょう。ないかもしれないね、先だって見えちゃってるもんね。見えてるもんね、集落のようなものが見えてきた。集落、集落攻める、左曲がってんの。なんかでもありそうだな、もうちょい頑張ろう、もうちょい行けばありそうだ、もうちょい頑張りましょうか、もうちょい行ってみよう、墓地もある、あーあった、あった、あった、やっぱあったわ、まさか 3F に助けられるとは思わなかったわ、思わなかったね、あー、もちぽにょ、さまさまだよ、もうさまさまだよ。さあ、ということですね、もうすぐそこなんですけども、そうだね、ちょっとね、買い出しだね、水分をね、水分と、あとはあのカレーだけじゃちょっと多分持たないということで、そうだね、おにぎりとかね、そうだね、よし、買いに、アメリカンドッグとかさ、あ、朝食ですか、朝食、悩ましいヤッキーさん、あー、悩むおじさん、このまま朝食何を食べるかで今後のパフォーマンスが決まってくる。そうだね、そうだね、そうだね、そうだよ、これはここは重要である、結構もうなんだろう、結構あるんだよね。タマちゃんまたちょっとうんちかな。やればエロ本だな。しょうがねえな。何やってんだよ。ほら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 。完全に。ちょっとね、あのこれをチェックしてアドレナリンを出すの。ちょっと出す。定番。定番。結局定番になります。いやー、水分をね、やっぱ買わないとあかん。水分補給は重要だな。2本。2本ないとね。おちょっとね、カラカラになっちゃうからただでさえ乾燥肌だ、カラカラになっちゃう、乾燥肌だね、ジジイだからね、ジジイだからね、水分すぐ肌年齢一番ダメだったからさ、そうだね、あどうしようかな、俺も飲み物買ってきますね、やってまいりました、ね、ユニオン系の、まあ、こういう感じの印材してるものの、こういう短棒でね、これがね、もうすぐ着きますよ的な、ね、感じなんですけど、ヘッドショット来ました、ヘッドショット来た
たヒットショットです。おー来た、竹林だね。竹林、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 竹林。はい、じゃあ着きました。着きました、うん、はい、じゃあいきなりそんなテンション上げちゃったけども、もう完全にここで着替えるしかないパターンだね。そうだね、パンツになるしかないね、うん、ここでね。着替えます。着替えるよ。はい、着替えます。歯切れが悪い。はい、裸の選手準備完了でございます。準備完了だ。ちょっとね、新しい銃をね、そうだね、練習したんだけども、後でちょっと紹介する形で、ね、そうだね、金出せ。ヘッドショットでございます。こんな感じです。あ、顔映っちゃっても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、ですか？こんにちは。こんにちは。新藤さんでございます。こんにちは、よろしくお願いします。今日初めて、あ、よろしくお願いします。あ、相棒のヤスさん、よろしくお願いします。今日は梅ちゃんです。梅ちゃんさん、はい、よろしくお願いします。タカちゃん、何よ今日の銃は。今日はね、ちょっと MP5 をね、だからプレゼントしてもらったよね、これね。これはこれがね、これがもう俺がね、めっちゃ欲しかったやつ。これをプレゼント、みんなにプレゼントしてもらって、今日デビュー。そうだね。あ、もう、エロ銃が、エロ銃だね。エロ銃が骨組みになってしまった。エロ銃だね。出たね、エロ銃が。出た、エロ銃。こんな感じです。セックスね、ホリだから。うんとか言って流した今。金出して、金出して言っちゃいんだよ。間違いない。なんかこの辺がもうすげえ汚ねえ感じ。汚ねえ、汚ねえ。ギャランドゥとね、このね、金とね、金とね、下半身だけ見るとなんかこう農夫みたいな。農夫ってどういう、農夫って山賊だよね。山賊で、山賊。はい、小振りなしで、マスクのレンタル、マスク500円、500円、はい、このマスク借りよう。はい、ちょうどよ。マスクとカレー、マスクとカレーや。はい、じゃあさっきそうなんですね。インデペンデンスデイ、インデペンデンスデイのエイリアンが、エイリアンが、こんな感じで、こんな感じでございます。こんな感じです。行こう。ちょっと久しぶりすぎてどうしていいかわかんないけど、ここがシューティングレンジでございます。いやー、いいね。こんな感じだな。いける？いや、調整が、使い方が分かんなくなっちゃった。使い方が分かんなくなっちゃった。久しぶりすぎて、久しぶりすぎて。うちゃいいね、うちゃ、まあ、大丈夫かな。うちゃいいね、そんなもんかなって感じ。はい、OK です。マスクが OK ですね。はい、はい、すみません、お気に入り。本日はヘッドショットご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではミーティングの方開始。パッケージを見てね、ちょっとこれバイオビビタなのかちょっとわからないという場合はですね、必ずスタッフの